マラン・メルセンヌ・マラン・メルセンヌは、フランスの神学者。数学、物理学に加え哲学、音楽理論の研究もしていた。メ名ヌ州オアゼ出身。メルセンヌ数の名の由来ともなる。また音響学の父とも呼ばれる。ヨーロッパの学者の間の交流の中心となって、学問の発展に貢献したことで知られる。1588年9月8日に出生し、 即日カトリックの宣令を受けた。幼少より勉学の才を表し、メルセンヌの両親は財政的な困窮にもかかわらず彼に教育を受けさせ、最初にルマンコで文法を専攻し、16歳の頃、ラフレーシュにある王立学院に入った。そこは、親の経済状況を問わず、才能ある若者を育成るため新設されたイエズスカイの教育機関であった。 メルセンヌより8歳年下のデカルトの後に彼らが修正の友情を結ぶことは知らずに2年後輩として入学している。その後パリ大学で進学を学び、1614年から1618年の間はヌベールで哲学と進学を教えた。1620年にパリに戻り、以降、イタリアやオランダへの旅行以外は、 修正パリの僧院に住み続け進学と哲学を教える傍ら自身の学問の研究を続けた。しばしばメルセンルは修道士であると誤解されるが実際には修道士の教育機関によって教育を受け指導者となっただけでありイエズス会員になったことはない。温和で親切な性質で当代の研究者たちの交流のネットワークを積極的に作り上げた。 ガリレオの学術研究もサポートし、いくつかの翻訳作業などを行った。メルセンヌが彼らと交わした膨大な往復書簡は、当代の偉人の業績や生活ぶりを知る、現在の貴重な研究資料ともなっている。特に、デカルトとは親友であり、デカルトがオランダへ移った際も、メルセンヌだけに、その居場所を教え更新を続けた。またデカルトによるとメルセンヌは、 非常に好奇心が旺盛で、旧約聖書、創世二28章12節に出てくるヤコブの梯子の長さを計算してみるなど、様々なことを知りたがりすぎるとこぼさせた。メルセンヌが自身の公式で22571以下の整数で素数として予想した10個の数字は、検証することなしに出されたものであり、結果としては半分の的中率であったが、逆に言えば、 勘だけで5つの素数を言い当てたことにもなり、直感的に物事を捉える能力に秀でていたとも、取れる。カトリック教徒であるメルセンヌは、ルネザンスの自然魔術やヘルメス哲学、カバラを剣をし、プロテスタント的思想のバラ十字弾を黒魔術師の弾、内し思想的テロリストの陰謀結者とみなしていた。普段は、温厚なメルセンヌもペンを持つと人格が、変わり厳しく、フィチーノや、 ピコやアグリッパを罵倒した。そして彼の攻撃は同時大臣のバラ十字運動に加わっていた哲学者ロバート・フラットにも向けられ泥沼化しメルセンヌ・フラット論争に発展する。メルセンヌは数学だけでなく宗教や音楽にも神の作りし秩序ある法則性を当てはめて捉え科学と宗教を統合させようと試みた。1648年59歳で 廃脳用によって死亡。メルセンヌは、コジティタフィシコマセマティカにおいて、2n-1 が素数になるのは、n257 では、n イコール2、3、5、7、13、17、19、31、67、127、257だけであると主張した。実際には、リスト以外の n イコール61、89、107も、 素数であり、リスト内の n イコール67、257の場合は、素数ではなく合成数であることが後に、オイラー、ルーカス、パブシン等により証明された。n にあらゆる数値を代入し、素数を検証、発見することは、今では世界中でコンピューターを使って行われている。2n-1 の形で書き表せる自然数をメルセンヌ数、 また素数である場合は特にメルセンヌ素数と呼ぶ。2018年2月現在50個のメルセンヌ素数が発見されている。メルセンヌ素数を用いた疑似乱数発生アルゴリズムを用いて開発された疑似乱数生成器にメルセンヌツイスターがある。疑似乱数はコンピュータの速度競争やアルゴリズムの優劣判定、公開暗号キー等に使用されるようになる。 デカルド的な機械論の支持者であり、世界は霊魂を持たない受動的な機械と捉え、物体は厳密な数学的自然法則によって全面的に決定されており、神に完全に依存することにより神の全能性を高めた。一方、あらゆる物体にまで霊魂が宿ると主張する魔術思想的なルネサンス哲学を否定していたメルセンヌは魔術から 機械論への移行になった哲学者でもあった。このためルネサンスの魔術の後継者的、バラ十字運動を認めず支持者を激しく非難した。メルセンヌの時代は、今ほど通信手段が発達しておらず、研究者間の所管のやりとりや議論が困難だったが、エティエンヌ及びブレイズ・パスカル・フシ、ジラール・デザルグ、ジルド・ロベルバルなど、当代の一流の研究者や思想家たちを招き、 修道院の客間にて学問を論じ合うメルセンネアカデミーと称された広い交流を維持していた。この活動は1666年に創立されるパリ科学アカデミーへと発展していく。その他にもフェルマーやルネデカルト、ガリレオ・ガリレイやホイフェンスやトリチェリなどとも交流があり、科学的な雑誌がなかった当時のヨーロッパ中の学者たちの文通による 交流の中心となり学問の発達に大いに貢献した。メルセンヌはガリレオ・ガリレイの積極的な支持者でガリレオ理論のコメント付き翻訳をフランスで初めて刊行している。ありがとうございます。